はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい。緑豆がね、かなり育ってきました。もうそろそろね、支柱をちょっとつけてみようと思っております。はい、結構ですね。はい、こちらは玉ねぎでございます。はい、こちらがね、例のね、再生の お野菜たちです。はい。虫に食べられちゃってますね。はい。育ってるのでね、根付いてはいると思います。はい、ですね、皆さん、こんにちは。ちょっとね、独り言さんのブログです。入院中なのでね、あんまりご無理されないでほしいんですけど、なんと、病室から、記事をアップしていただいてます。はい、当たり前といえば当たり前のニュースなんですけど、メープルの国ですね。はい、メープルの国で、小さいサイズのね、いわゆる、子供用ですね。子供用のサイズの、缶ですね。缶のオケオケですね。はい、缶のオケオケが、最近大量に売れているということです。はい、どういうことなんでしょうかということですね。缶のオケオケです。はい。もしかしてね、いわゆるね、コロハンティーナの大冒険でね、冒険して、お星様になってるんじゃないのっていうご意見が、あるとは思いますが、そうではありません。はい、その頃には、同じだったそうです。はい、じゃあ、いつ増えたのか。はい、これね、実は、ひよこちゃんですね。はい、ひよこちゃん、6から12ですね。6から12のひよこちゃんに、食べていいよって言った時から増えているそうです。はい、昔はね、じゃあどのくらい増えているかっていうことなんですけどね。昔はですね、大人用が5個。はい。大人用が5個に、大体、お子ちゃま用っていうのは1個、はい、出るか出ないかぐらいだったそうです。その、缶のおけおけが。それが、こういったね、6から12の、ね、食べていいよっていうふうに言われてからは、それが、5対2になったということです。5対2。はい。倍ですね、倍。はい、今後どうなるかはわかりません。はい。日本もね、多分ね、あまりいい状況とは思えません、私。はい。幸いなことにね、食べてる人少ないです、日本。はい。それが、救いといえば救いですね。はい、ピヨコちゃんです。本当にちっちゃい子たちですね。食べてる率が本当に、低いんで、それ救いです。はい。そういうことでございます。はい、こちらのね、記事、せっかくね、病室から書いていただいてるので、貼っておきますのでね、皆さん見に行ってください。とんでもないことが起きています。多分ね、もうね、ある意味ね、親が、馬とね、馬と鹿ちゃんだったら、もう子供は、かわいそうだっていうことになっちゃいます。はい。そういうことですね。はい。なので皆さんね、今からね、食べさせようっていう人はあまりいないと思うんですけど、それでも、聞く耳を持ってる人ですね。はい、聞く耳持たない人はもう、いくら言ってもダメなんで、聞く耳を持っている人で、もし、考え中という人がいましたらね、ぜひぜひ、皆さん伝えてあげてください。はい、大変なことが、世界中で起きつつあるということですね。はい、これは本当に考慮しないといけないことで、だと思っております。はい、そういうわけですね。はい、それではね、皆さんまた、ごきげんよう、沖縄おばばでした。今日もね、植物たちは本当に、元気でございます。はい、それではまた、ごきげんよう。